西堀里3月2日帯は日本の銀行家フィデアホールディングス社外取締役兼取締役会議長水保フィナンシャルグループ顧問省内銀行及び北斗銀行の取締役2009年4月1日水保銀頭取に就任する2009年度から義務付けられた役員報酬開示制度では1億1400万円の 役員報酬を受けていることが公表された。就任直前のインタビューでは、預金と融資の商業銀行のビジネスモデルに回帰し、バランスシートを使って収益を増やすなどと抱負を語り、2011年4月1日には、全銀協会長の就任にも内定していたが、東日本大震災の直後に同行が大規模なシステム障害を引き起こしたため、 金融庁から持ち株会社である水穂 FG と共に業務改善命令の発動を受けた。これを受け経営責任を明確にするため同年6月20日付で退任した。2013年9月27日、同行が暴力団引来の融資を放置していた水穂銀行暴力団融資事件で金融庁から業務改善命令を受けた件では西堀ら当時の経営上総部が 問題を発覚当時から認識していたことが明らかになった。2015年にフィデアホールディングスの社外取締役に就任し、その後、町田への公認として、同社の取締役会議長と参加し銀行の省内銀行や北斗銀行の非常勤取締役に就任する。また、指名委員会等設置会社のフィデアホールディングスにおいては、 指名委員や報酬委員も務める。ありがとうございます。